people and I wonder all day, who are you when you and I the one in your way? And then I think about myself and I stayed. I'm a pretty boss, work on my shit bright white. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab a knife if you want it. Best you ever had, and give it to you. はい、皆さんおはようございます。のこです。先週の金曜日、足柄サービスエリアの方に行ってきました。でそこで簡単なおやつを食べたりとかするのに、先日購入した折りたたみ式のキャンプテーブルを広げてみたんですけど、ちょっとねいろいろ問題が出たというか、まあ、実際にうちではなくその外で使った時にどんな感じかなと思って持って行ってみたんですけど、やっぱりちょっとね不具合が出たので、それを調整するために一緒に夫と2人でカインズホームの方に行ってエレクターパイプを買ってきました。短いのが2本と、ちょっくらいのが4本と、長いのが2本。足はアジャスター付きの足を使って、普通のキャットコーです。そしてそのエレクターパイプを一番に足。骨組みを。エレクターパイプで骨組みを作ってしっかりした土台の上に折りたたみ式のキャンプテーブルを乗せたいと思います。で本来ねエレクターパイプを骨組みにした場合っていうのはその上に天板板を乗せてテーブルにするんですけど、できるだけその車の中に常に積んでおいても邪魔にならないっていうことにこだわったので、これからもしかしたら改善するかもしれないんですけど、メガネが光って、折りたたみ式のテーブルを骨組みの上に乗せるという形でやってみたいと思います。でこれから仕事中なんですけど、また仕事の合間にですね、時間を見ながら足組みを作ったやつでちょっと試してみたいと思います。もしよろしかったら参考にしていただけたら嬉しいです。そしてこの動画が良かったと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。ではスタート。今日はねとっても暑くて蒸し暑いんですけど、できるだけね在宅で電気を使うので節約ということで、今冷風機をつけてます。ファンの強さ、送風とね、この冷風全然違う。そしてここにライトがあって、ライトはね、今つけなくてもいいんだけど、涼しそうな色だったから、ブルーをつけてみました。これね、USB で、USB でつながっているので、ポータブル電源とつないで、この前やってみました。涼しかったです。今日はですね、このエレクターパイプをですね組み立てて車にラゲットボードを設置したいと思います。一番長いので90センチ、一番短いので30センチ、これを2本ずつと、足になるエレクターパイプ4本は、45センチを、4本購入しました。で車の、荷台のところにちょっと段差があったので、この足のキャップは普通のキャップ、ただキャップするだけのやつを2個、アジャスター付きでこの足の高さが変えられる、あとで測ってここら辺です。これを2つ、ジョイントを4コーナー分4つ、
しょうか。ゆいの骨組みを止めるためのジョイントを4個購入しで、やり方はとても簡単なんですけど、今ですね、例えば長いやつと短いやつをこういう風に取っていくんですけど、スポって抜ける状態で、今回でやると、2枚であると、これはここに専用の接着剤を流して止めるものなんだそうです。不要な時にできるだけ現状回復すぐにできるように作っているので、外したり受けたりっていうことをしたいんですね。なのでここは接着固定せずに、マスキングテープをしっかりしたものがいいんだと思うので、とりあえずやってみますね。こんな感じで一周して、あ、一周ぐらいでしょうか。そのタイプによっても個体差あるし、私が使っているマスキングテープが薄いんだと思うんですよ。あ、私結構しっかり簡単には取れない。取れるけど、足を調整しない方が割りにくい方、すごい太さに応えそう、絶対外れない方が、thank you.
今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。よろしければぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。コメントとグッドボタンもお待ちしております。では次回の動画まで See you!